戦争戦士ね。はい、お疲れ様です。本日は、いよいよラストな草刈りをやっていきたいと思います。ご覧ください。前回お見せした時はね、まだそこまでドロボーグさんのこのトゲトゲが入ってなかったんですけど、全体通して見ると割合はそこまで少ないんですけれども、でも、前に比べたらね、またちょっと厄介なこのドロボーグさんがついに開き始めてしまいました。なのでもうね、買っちゃいます。よし、やってこう。よし、じゃあね、どんどん買っていきますか。泥棒草が、この泥棒草は硬いからすぐナイロンコードがあれになっちゃうな。よし、いいでしょう。
んかすごい量だったな。今回最後の草刈りということで、過去に買った場所をね振り返って見てみましょう。ここも最後に動画で草を買ってから一度も、もう草刈りしてないんですけれども、ほんとこんな感じですね。もう雑草ほとんど入ることなく、こんな感じで綺麗な状態をね保たれています。はい、ここの隣のこちらもですね、はい、こちらも最後に草を買ってから、一度も買っていませんが、ご覧の通りです。はい、そして、特に日当たりの良くてね一番雑草が生えやすいここなんですけど、ここも最後に草を刈ってからこのようにやっぱ他のところに比べたらちょこっと生えてますけど、そんなボーボーじゃないというか、本当にクローバーレベルのあのちっちゃい雑草というかがちょこちょこっと生えてるぐらいですね。その隣の元畑側ですね、元畑側もこんな感じで、ここはでもちょこちょこっとだけこの硬い雑草が生えています。わあ、ほんと指伸ばしたぐらいですけど、これももうわざわざ刈る頃のあれではないと思うんですよね。もしもこれも日に当たってまた伸びてきちゃうようだったらまた刈ろうかなと思いますけど、ここはちょっと様子見ですね。このまま枯れてくのか、このまままだ伸びてくるのかちょっと分かんないので、ヤギの放牧場の中ですね、こちらも同じこの雑草はちょこちょこっと生えていますが、まあ、それ以外は、まあ、真ん中に茎がちょこっとだけ生えてるか、でもほんとそのくらいですね。全然ボーボーではない綺麗な状態がね保たれています。はい、先生、放牧場の中とその隣、はい、こちらもこんな感じで雑草入ることなく綺麗になってます。で、これが今日買った場所です。はい、本当に廃墟の庭からボーボーだった雑草はなくなりました。今日のヤギさん、今日は今は止んでいますが雨が降っていたということでね、空とロゼはお留守番でした。もちろん餌はねいっぱいあげたんですけど、明日は晴れるといいね。そしたら放牧してやるでな。な。ね。もうほとんど草刈っちゃったでな。いよいよ、ほんとチモシーだぞ。まあ、とはいえまだね、お隣さんのここでね、放牧させてもらえているので、そこには雑草がね、まだ生えているので、そこに放牧していれば、また食べられる生草はあるんですけど、ほんともうそろそろ、ソラタロゼもチモシー生活が始まります。チモシーをあげるんですけど、だからといってねずっと小屋に閉じ込めているわけじゃないのでご安心ください。雨とか雪が降らない限りは外にね放牧させて、食べる草はあるかないか分かりませんが、体を動かすという意味でもねちゃんと放牧は
させてあげますので、ご安心ください。安心してね、ロゼ君。ね、そんな不安そうな顔しないで。ね。ね、空もね。以上、本日のヤギでした。はい、というわけで、無事草を刈ることができました。ひとまずは、本日の草刈りはこれにて終了ということで、はい。最後がね、泥棒草だらけで、かなり強敵でした。無事、刈ることができて、よかったです。ほんと、ここはもう、難しいあれの集大成みたいな感じですかね。もう足場は悪いし、雑草は硬いし、土手の部分もあるし、今までコツ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 とこう草刈りを続けてきたからこそ、多分こうしてね、綺麗に刈ることができました。多分今期の刈り始めの時の僕がこうやってたらね、もっと全然多分うまく刈れてなかったと思うんですけど、まあその点はやっぱね、今期は草刈りを頑張ってやり続けて、ちょっと成長できたんじゃないかなと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画、お楽しみに。本日も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。